高烈中央内藤隆次。1912年建成、内藤隆次先生検証費、内藤隆次昭和4年4月9日は、日本の剣道家。流派は、北進一刀流。称号は大日本武徳会剣道藩士。武道専門学校教授。タスクサ佑ロ郎と共に、剣道界に、大きな影響力を持ち、西の内藤。 東の高野と言われていた。三戸藩藩士、一毛家,家の六夫として、三戸に生まれる。父は、三戸藩旧術師藩、一毛高野母は、北進一刀流剣術師藩、渡辺聖左衛門の娘という武芸の家柄であった。幕末の三戸藩は、天狗党の乱などの内乱が起こり、高地は混乱の中で幼少期を過ごした。明治2年から、関石、水蓮。 剣術を学ぶ。12歳で、北新一刀流剣術師範、小沢虎吉の東武館道場に入門し、角名正しと信仰を持った。20歳との時、親戚の内藤家の養子となった。明治16年4月に上京し、下谷車坂の榊原鍵吉道場を中心に1年間修行する。翌年から、日本各地への開国修行を開始し、 山ごもりするなど苦行を積んだ。東京へ戻ると警視庁激犬世話係の川崎、善三郎、高野佑三郎らに試合を挑み、連勝した。明治21年5月9日、自身も警視庁に一等順位として任官し、下江秀太郎の圧戦で、東部館の同門である角田忠と同じ警察署に配属された。 この頃、内藤を頼って上京してきた老いの一毛谷に、大相撲力士になることを勧め、反対する親族を説得して入門させた。谷は、日立山谷上門の四行名で、横綱まで昇進する。明治27年、日清戦争が勃発。警視庁は居留民保護のため激戦世話係に、朝鮮出張を命じ、内藤、角名も朝鮮に赴いた。内藤は、 神戸を出版する際、かねてより重い米にしぶしの弓矢心を、京谷原さんと読んだが、現地で、急性六膜炎を発症して帰国した。明治30年、大日本部特会から精錬賞を授与される。警視庁勤務の傍ら牛米原町に、道場、養身館を開き、東京専門学校の激権部師範を務めた。明治32年3月、 京都に大日本武徳会の本部武徳殿が竣工武徳会は、教授陣の強化を図り、奥村左近太志、三橋寛一郎、内藤隆次佐々木正隆、小関強制の5名を指名した。内藤は、武徳会常銀クスの犠牲からの、道のため来たれという伝報に魂を揺さぶられ、同年9月、東京に気づいた。 地盤一切を投げ打って第二本部特会本部に奉職した。武術教員養成所の剣道主任教授を務め、後の剣道十段、持田生に、西村五郎などを育てた。明治34年5月、第六回部特祭大演部会で、高野佑三郎と対戦し、1対1で引き分けた。審判を務めた、三橋寛一郎は、 後にも先にも、あれ以上の試合は見たことがないと、名勝負を、後々まで10回した。明治44年、大日本帝国剣道形成定の主催委員に、任じられる。剣道の競技家を嫌い、切り返しや係稽古等基本を徹底して指導した。このため、昭和天覧試合の開催に強く反対したが、区内省官僚の西恩寺八郎から直命であると、言われ、 やむなく従った。これで日本剣道は滅びたと断じ開催直前の昭和4年4月9日に脳出血で急死した。ありがとうございます。